立憲民主党が邪魔して被害が拡大、維新・足立康氏、入管法改正案で24日に維新・足立さんがツイッターにて立憲民主党の石川大河さんが不法滞在者を支援していたとの報道を引用しながら次のような発言をいたしました簡単にご紹介いたしますと入管法の最大の問題はこれ立憲民主党が邪魔してきた2年間でどれだけ被害が拡大してきたか速やかに法改正を 立憲民主党の最大の罪は犯罪者を支援したことではなく入管法改正という法改正を邪魔してきたこと妨害してきたことなどと批判されておられますがこちら立憲民主党などのおかしな野党やいわゆる左翼の皆様が入管法改正案を妨害し令和3年2021年に廃案となってしまっており2年間も 対策が講じられず問題が放置されてしまっておりますが、国会議員の皆様には速やかに入管法改正案を成立させ、国民を守っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。